しくお願いします。今から皆さんと僕が演奏する音楽を聴いて絵を描く真剣な遊びをやりたいと思います。すごい絵を描くのが好きで、音楽とかも好きなんで、そういうのをやってみたいなと思って、興味があって。やっぱりこれを描きなさいとかじゃなくて、好きなようにのびのびと描かせるっていうのが、音楽聴きながらっていうのが良かったと思います。成長したかどうかは分からないけど、まあ、すごいのびのび描いてたので、楽しかったんだろうなっていうのが、はい、伝わりました。自分の孫がどんな作品を描くのかっていうのを全然知らなかったので、それがすごい楽しみ。音楽、言葉に感想を表すっていうのが難しかったりするけど、こういう形で、絵で表すのがすごい楽しいし、面白いなって思いました。